よっしゃ、いいのいた。やっぱシビアなとこにはいいのがおるな。ロッドはワーク59クラス2です。すごい虫が。でラインの方がラインシステムさんの、シーバスゲーム、シーバスデイゲームですね。シーバスデイゲームの 0.65 でリーダーをザルツのザ・ブラックナイロンの8ポンドです。でそしてルアーがメテオーラ4号、赤金ヤマメかな、これは。はい、この色です。見えるかな。はい、意外とね、交通量多いんですよ、ここ。やっぱ支流の方がね、虫ハッチしてますね。うん、こんなもんかな。 300g 見えるかな、にセットしました。すごいね、この目つぶし灰がやばい。よし、忘れ物ないかな。 OK、 それじゃあいきましょう。結構まず下ってエントリーします。この車を止めてるポジションがまあ終点みたいな感じですね。それぐらいまでちょうどいい時間になるでしょう。2時間ぐらいで。いや本当にね、宮崎県、熊本県、かなりね台風14号の被害で川が埋まっちゃってます。昔良かった淵もね埋まっちゃったりとかして、もう本当去年のデータがもう完全に、まあ、リセットされるっていう感じで、ちょっと難しい状況でも魚ねいますからね、必ず。今シーズンは本当苦労しそうだ。毎年苦労はしてるけど本当今シーズンはやばいですね。このやばい時期にガイドを始めるというのがね、またなかなかですね。大変だこれ。よっしゃ、あ、やっと入刑できました。早速ここから釣り始めていきたいと思います。まずは下流、なんでもないとこ、こういうとこで。もう底石がここら辺できそうやけどね。ちょっとよし、いいわいいわ。惜しい、ちょっといいサイズだったよ。あ、尺はないけど、来た。あ、外れた。うわ、最悪。もういきなりめちゃくちゃ後半の。やばい、バラすぎやな。ちょっとドラグ強いか。うん、よいしょよいしょ、大事にいきます。1匹目、はい、これですね。メテオラ赤金ヤマメ、意外とこうドピーカの時に効く。意外と制御放流しているところが多いんで、ここ最近ね、やっぱ川が死んじゃってるから。でもここってあんまり放流されてないから魚綺麗なんですよ。ほらヒレピン、これ大事、いいっすね。
まあ、20センチジャストぐらい。バイバイ。粒揃いですね。ここは魚が。よいしょ。前回はね、ほんと豆ちゃんしか、豆ばっかりで、もう大変だったんですけど。はい、これ金魚豆じゃなかった、赤金魚豆。釣れますよね。あ、これは打ちこぴーよ。魚がいるスポットを探すのが大変だな、今シーズンは。うん、コンディションいい。もう20センチぐらいですね。ね、ヒレもちゃんとピンピンです。よし、あそこへ。ちょっと深いからいる、だったらこことか。ちょっとかかっちゃったっすもんね。かかっちゃった、さすがに。うまいね。うん、今見えた。いた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 。よし、よし。これちょっとちっちゃいな。これはちょっとちっちゃい。ちょっと思いのほか、もうちょっとドラグ緩めてもいいかもしれんな。いや、あ、もうちょい緩めた方がいいな。200g ぐらいにした方がいいですね。もしちょっと300じゃきつい感じだったんで200にしました。いや、チェイスなし。ここで釣れそうやけどね、本当に。なんでかな。日当たりが悪いからかな、ここは。おお、来た。ちょっとスローにして沈めたら来ましたね。よし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 。全部綺麗な豆です。はい、おかしいな。あ、日陰はダメか。寒いのか、やつらは。どうだ、この上の段、こっちの方が。おっしゃ、来た。引く。引きますね。金太郎飴状態ですね。どこかでいいのが出そうな気がしますけど。
うーん、どこでもおる感じじゃないんですね、本当に。おっしゃ、よし、これはいいサイズ、これはいいよ、まあまあ、よしよしよし、そうでもなかった。いつものサイズ、まあ、前回のよりはいいよ、全然。いっいっ、ちっこいけど本当綺麗なヤマメが多い。よっしゃ、いいのいた。やっぱシビアなとこにはいいのがおるな。よしよし、おっと、よし、来ましたね。釣れるな、釣れますわ。それにしてもこのくらいのサイズが時々出ればいいですね。よし、うん、足跡ですね、人の足跡、釣り人、通りで釣れないわけだ。いつ入ったか知らんけど、よっしゃ、よっしゃ、来た。ちょっと、ちょっといいサイズかな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ちょっと重たかった。結構ドラグ出ましたね。よし、はい、メテオラ4号。赤金ヤマメ。よっ、よいしょ。うん、コンディションよか。はい、よっしゃ、よし、来た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 。むずいとこできました。うん、悪くないね。あ、ヒレ綺麗です。さ、はい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 。そこで渡った方がいい感じ。渡る前に一回攻めた方がいいね、ここは。惜しい、いました、いました。よし、かかったけど小さい。さっきの当たりからしたら全然違うやつやな。最初に当たったやつはちょっと大きかったかもしれない。はい、虫が出始めた。カゲロウが、カゲロウが出始めたっすね。今回ちょっとこの後、まあ本流に行くんですけどね、まあライズがあればもう本当に、フライで挑戦しようと思っております。まあろくなフライ巻いてないですけど、まあ多分、まあいけるっしょ。